嬉しいことがあった時に誰かに言いたくなるのは自分よりも喜んでくれる人に育ててもらったからなんだろうな。体がだるくなった時は確か生姜と蜂蜜で口うるさくて嫌でも思い出すよ。離れていても守られているんだ。あなたはずっと手を振って笑ってくれた。帰り道迷わないように、もし前を向けなくなった時も振り返ればいつも歌にしよう。ちゃんと返したいこといつか歌う。